これベースプロテクターマモレールの紹介。めちゃめちゃ地味だけどかなり実用性のある素晴らしいゴムです。ボトルの底辺につけるゴムなんですけど、これをつけると滑り防止とか転倒防止とか、あとぐらつき軽減につながる。お、ピースケ帰ってきた。ちょうどいいとこ来たね、あなたは。ベースプロテクターをめちゃめちゃ楽につける方法があって、それを紹介したいなと思って。はい。知りたいっす。知りたい。知りたいっす。じゃあまず、ピースケがどうやってつけるか見せてよ。裏返しました。大事だよね。大事ですよね。これ一回裏返しにするとすごい楽にはまるんですよ。ボトルだけの状態にして、うん、私なりなんですけど、うんうん、顎をはめて顎をはめるんだ。顎はめます、そこにちょっと予想外だったわそうすると、うん、はまるんですよゴムを裏返しにし て, してベースの真ん中のところに顎をはめて顎で支えて入れるっていうのが一番いい方法だった私は好きですまあこんな感じでね、はいはい、ベースプロテクターつくんですよ。そうするとね、すげえ滑りにくくなるし、ぐらつき防止になるんですよね。フローリングに置いて吸う人とかテーブルの上に置いて吸う人はかなり安全がね確保ある程度ですけどね、地味でもすごいやつですね。はい、はい、でこうやってやっぱり他人につけさせるのが一番楽につける取り付け方法ですね。恥ずかしい。